使うことの喜びを、文禄チャンネル。どうも、文禄です。今日はね、文房具メーカーをお菓子メーカーに例えるというね、企画をやっていきます。まあ以前ね、文房具メーカーを車のメーカーに例えるっていうね、動画は一度上げたことがあるんですけど、今回はお菓子メーカーに例えるっていうね、そういう企画です。まずは鉛筆メーカーから。鉛筆メーカーといえばユニとトンボ、この2つのブランドが有名です。それぞれをお菓子メーカーに例えたらどうなるか。まあユニっつったらね、クルトガとかね、シャーペンとかもすごい強いですし、あとボールペンもね、ジェットストリームとか作ってるんでね、本当すごいところですよね。さあ、これをお菓子メーカーに例えると明治ですね。明治もね、ほんといろいろね、まあチョコレートとかね、グミとかね、ほんといろんなもの作ってますからね。まあこれからね、いろいろお菓子メーカー出していきますけど、そのお菓子メーカーから一つだけね、商品をピックアップします。明治の商品一つ選ぶならこれです。チェルシー。チェルシーね、たまに食べるとうまいんですよね。まあスコットランドをイメージして作ったキャンディーということでね、なんかおしゃれなキャンディーですよね、これ。はい。一方、トンボはどうか。まあ、トンボはね、まあ、鉛筆もそうなんですけど、鉛筆よりもね、消しゴムとか、糊とかね、そっちの方でね、人気がありますよね。さあ、トンボは例えるなら、不二家ですね。まあ、不二家もね、ほんと、いろいろあるんですけど、やっぱりね、不二家で一つ選ぶなら、ミルキーでしょうね。ミルキーですよ。という感じでね、どんどんやっていくんで。よかったらね、最後までお楽しみください。次はね、画材メーカー行ってみます。画材メーカーといえばこの2社ですよ。ペンテルと桜。まあ僕はね、東のペンテル、西の桜みたいな感じで見てるんですけど、やっぱりね、まあこの画材で言ったらね、もうこの2つが双璧と言えるんじゃないのかなと思ってるんですけど、まあペンテルもね、ペンテルクレヨンでね、有名ですし、桜もね、クーピーとかね、そこら辺で有名ですよね。じゃあね、ペンテルをお菓子メーカーに例えると森永ですね。まあね、森永ね、もうほんといろいろね、好きなお菓子あるんですけど、僕の好物はミルクキャラメルですね。もうこのパッケージがたまんないでね、なんかちょっとこのレトロ感があるけど、これがね、もううまいんですよね。長く愛される味ですよね、これは。本当にもうキャラメルといえばこれですよ。これがもう大定番。一方でね、桜の方はどうか。桜はね、グリコですね。やっぱりね、桜はね、西のイメージなんで、大阪のイメージなんで、大阪のイメージといったらね、やっぱりね、グリコなんですよ。グリコの看板が思い浮かぶんですよね。グリコでね、どれか一つ選ぶならね、まあ僕ね、グリコのアイスとかすごい好きなんですけど、ちょっとアイスはね、お菓子とは別物だと思うんで、今回はね、やっぱお菓子から一つ選ばせてもらうと、一つ選ぶならアーモンドグリコ。うん、これかな。これがやっぱ代表作かなというふうに思いますね。はい、次はね、マーカー系のメーカーね。マーカー系といえばね、まあこの3つかなというふうに思ってるんですけど、ゼブラ、寺西化学工業、クレタケ、これでしょう。ゼブラはね、もうマッキーでね、もうマッキーで覇権を握ってますからね、もうみんなマッキー使ってるでしょ。もうね、もうマッキーすごいですよね。でね、ゼブラってね、商品がね、結構安いんですよね。うん、なんかリーズナブル、ちょっとコスパいいんですよね。そういうところも結構ゼブラのいいところでね。なんかちょっとね、他の筆記具メーカーに比べると、少しね、なんか B 級感も漂うんですよね。そこもまた魅力ではあったりするんですけどね。うん。さあ、そのゼブラをお菓子メーカーに例えると、やっぱりね、ブルボンだと思うんですよ。ブルボン。ブルボンもね、すっごいコスパいいんですよね。もう商品ラインナップも結構多いですしね。でもね、なんかね、ブルボンってね、何かちょっと B 級感が漂うんですよね。うん。でもね、この商品出した時にはね、ブルボンも変わったなと思ったんですよね。それがね、アルフォートなんですよね。アルフォートはね、これね、最初に食べた時衝撃でしたね。美味しさが別格に違う。それまでのちょっと B 級感をね、払拭するぐらいのね、すごいのが出たなと思いましたね。はい。で、次。寺西化学工業。
これはね、マジックインキの会社なんですけど、もう寺西化学って言ったらね、このマジック、もうね、このマジックのイメージしかないんですよね、僕。まあ、一発屋な感じですよね。この一発だけで、ここまで来たみたいなね。なんか、それぐらいの風に思ってるんですけどね。他にももちろん商品あるんですけど、やっぱりね、このマジック一筋でここまで来たみたいなね、そんな感じの印象すら受けるんですけど。さあ、それをね、お菓子メーカーに例えるなら、チロルチョコですね。チロルチョコ一筋でね、ここまでやってきたみたいなね、それぐらいの感じですよね。うん、ここまで来たぞみたいなね、そういうね、気合を感じます。ということでね、やっぱりね、寺西化学はね、例えるならチロルチョコかなっていうふうに思うんですよね。そしてグレタケ、まあマーカーっていうよりはね、まあ筆ペンなんですけどね、まあ、筆ペンってね、マーカーの一種なんで、今回はね、この括りに入れたんですけど、グレタケを例えるなら名糖ですね。名糖はね、アルファベットチョコレート、これですよね。これ、うん、たまに買ってね、うん、ストックしとくんですよね。これ1個でね、ちょっとね、チョコレート食べたい欲を満たしてくれるっていうね、うん、まあそういう感じですよ。はい、じゃあ次はね、万年筆メーカーからね、ピックアップしていきます。万年筆メーカーといえばパイロット、セーラー、プラチナ、この3社ですよね。さあ、この3社を例えるなら何か。パイロットはね、もう万年筆どころじゃなくて、もうボールペンもね、シャーペンもいろいろ作ってて、もう純粋にね、文房具商品の売り上げで言ったら、もう国内ナンバーワンなんですよ。さあ、そのパイロットをね、お菓子メーカーに例えるなら、僕だったらね、ロッテに例えますね。ロッテでしょう、ロッテ。ロッテってね、花形商品がすごい多いんですよね。でね、チョコレートに関してはね、ロッテはね、もうね、他に追随許さないって感じですよね。まあ僕ね、必ずロッテのチョコレートね、ストックしてるぐらいね、まあそれぐらい好きなんですけど。で、ロッテね、創業者が韓国人なんですよね。ということで、韓国ではロッテって韓国のメーカーっていう認識なんですよね。僕ね、韓国旅行行った時ね、ロッテの影響力すごいなと思いましたよ。スーパー企業みたいな感じになってましたね。だからね、ロッテは日本の企業なのか韓国の企業なのかってね、なんかその辺ちょっと曖昧な感じになってるところがあるんですよね。創業者の兄弟でね、片っぽはこれは日本ですよって言って、片っぽはこれは韓国ですよとか言ってるんですよね。結構ね、ロッテってね、その辺面白いなっていうところもありますよね。で、ロッテで商品を一つ挙げるとすると、チョコパイかな。チョコパイうん、チョコパイにしときます。はい、つい誘惑に負けて食べてしまうんですよね。はい、次、セーラーね。セーラーの万年筆の書き味はね、世界一になったことがありますからね。セーラーをお菓子メーカーに例えるなら、電録ですね。電録もうまいんですよね。電録の中でね、一つあげるなら、ピーナッツチョコですね。これがね、またうまいんですよ。そして、プラチナ。プラチナはね、3776センチュリーっていうね、万年筆でね。まあ他にもあるけど、この3776センチュリーのね、成功がね、大きいですよね。はい、そのプラチナをお菓子メーカーに例えると、カバヤですね。カバヤもいろいろ商品あるんですけど、やっぱりね、サクサクパンダ、これね、これすごい成功した商品だと思うんですよね。まあ美味しいですし、まあこういうね、ヒット商品が出てるっていうところいいですよね。まあ3776センチュリーに通じるようなね、成功をね、このサクサクパンダでやってるっていうね、そういう風なイメージがあります。次はノートメーカーですね。ノートメーカーといえばこの4社です。国用、中林、丸マン、緑、この4社でしょう。やっぱりまず国用ね。国用はね、もうね、まあ文房具メーカーとしてはね、最大手ですからね。国用はとにかくでかいというわけで、国用お菓子メーカーに例えるならカルビーでしょう。カルビーはお菓子メーカーとして最大手ですからね。もう例えるならもう国用はカルビーしかないっていう感じでね。一つ商品あげるとしたら、じゃがりこですね。僕じゃがりこね、ほんと 2,3 年前で初めて食べたんですけど、こんなにうまいお菓子があったなんて言ってね、ちょっとびっくりしましたね。うん、それ以来結構じゃがりこをよく食べてます。はい、続いて中林。文房具屋さんのノートコーナーに行くと、国用のノートがずらっとあって、で、その隅に中林のノートがあるみたいなね。まあそういう感じなんですよね。ということで、中林をお菓子メーカーに例えるなら、
小池屋でしょうね。でもノートはね、国用よりも中林でないと嫌なんだって人がいるようにね、スナック菓子はね、カルビーじゃなくて小池屋でないと嫌なんだっていう人もね、結構いるわけで、まあ僕がそれだったりするわけですけど、小池屋のスナック菓子うまいですよね。で、一つ商品あげるとしたら、カラムチョですね。これ、結構癖になります。辛くて美味しい。続いて、マルマン。マルマンはね、ルーズリーフとかで有名ですし、図案スケッチブック。これでも有名ですよね。で、マルマンをお菓子メーカーに例えるなら、トーハトですね。トーハトのスナック菓子もね、うまいんですよね。やっぱりいろいろ買っちゃいますね。何か一つ商品あげるとしたら、キャラメルコーンですね。結構その、スナック菓子の中でね、しょっぱい系じゃなくって甘い系のスナック菓子っていうのはね、なかなかね、珍しいと思うんでね。甘い系スナック菓子の代表ということで、キャラメルコーンをあげておきます。続いて、緑。緑ダイアリーっていうね、ノートで有名ですよね。すごく良質なノートを作ってます。緑をお菓子メーカーに例えるなら、ギンビスですね。ギンビスのね、食べっ子動物。あれね、うまいんですよ。地味にうまいんですよね。食べ始めたらね、どんどん食べちゃうっていうね、そういう素朴な美味しさがありますね。はい。じゃあ続いて、ファイルメーカーですね。ファイルメーカーといえば、この3社かな。キングジム、リヒトラブ、積成。この3社でしょうね。キングジム、大きなファイルね。パンチして止めるね。ああいうファイルを最初に作ったメーカーなんですけど、キングジムをお菓子メーカーに例えるなら、亀田製菓ですね。なんかね、亀田製菓のお菓子ね、結構買っちゃうんですよね。気がついたら亀田製菓ばっかり買ってるみたいなね。それぐらい亀田製菓の商品はね、よく食べてる感じがしますよね。で、何か一つあげるなら、柿の種ですかね。お柿とかあられ系の商品としてはね、柿の種はね、これはね、外せないですよ。で、リヒトラブ。リヒトラブはね、カラフルなファイル、いろいろ作ってますね。アクアドロップスっていうシリーズでね。これを例えるなら、三幸製菓ですね。三幸製菓はね、雪の宿。これですかね。これが一番有名かな。雪の宿ね、やっぱちょいちょいたまに買ってます。で、積成。積成はね、クリップホルダーとか結構有名ですけどね。お菓子メーカーに例えるなら、天の屋あたりだと思うんですよ。天の屋といえばね、歌舞伎揚げですね。歌舞伎揚げもね、これ、歌舞伎揚げもね、これうまいんですよね。なんかもう、うまいとしか言えないな、今日。うまい、こればっかり言ってるな。だって本当にそれが事実ですからね。うまいです。はい、続いて学童文具メーカーです。学童文具メーカーといえば、この3社でしょうね。靴は、ソニック、デビカ。これでしょう。じゃあまず靴はね。靴は本当にいろいろ商品いっぱい出してて、最近じゃ地消しとかが有名かな。その靴輪をお菓子メーカーに例えると、甘露ですね。で、何か一つ商品あげるとしたら、僕はね、金のミルクなんですよ。なぜならね、僕が今毎日一粒食べてるキャンディーだからです。金のミルク大好きです。はい。続いてソニック。ソニックはね、以前ね、トガリターンっていうね、鉛筆削り、うちのチャンネルでも紹介してるんですけど、まあそういうのとか作ってますけどね。お菓子メーカーに例えるなら、ユーハ味覚糖ですかね。ユーハ味覚糖で一つ挙げるなら、プッチョですね。プッチョも独特な食感でね、うまいですね。はい。で、デビカ。デビカと言ったら、良い子のお道具箱。これで有名ですけどね。さあ、デビカをお菓子メーカーに例えると、ノーベルですね。で、ノーベルで一つ挙げるなら、男梅キャンデー。これですかね。もう CM のインパクトがすごい。これですよ、やっぱ。はい。じゃあね、最後、その他のメーカーを挙げておきます。残りこの4社ね。レイメイ、オート、サンスター、プラス。この4社はちょっとね、特殊な感じがするんで、その他の枠に入れました。まずはね、黎明から。黎明はね、最初はね、輸入文具とかの販売をやってたんですよ。
でもまあそのうちね、システム手帳とか作ったりね、学童文具とか作ったりしてね、今そういうのいろいろやってるんですけど、お菓子メーカーに例えると、クラシエですね。クラシエもね、まあいろいろチークお菓子とかね、いろんなの作ってたりしてるんですけど、あとね、輸入菓子とかやってますね。一つ挙げるとしたらフリスクですかね。フリスクで有名ですよね。はい、続いてオート。オートはね、ボールペンのパイオニアって言われてるメーカーでね、まあなんか OEM とかでも有名なんですけどね。でオートね、結構ね、有名なメーカーとかにもね OEM やってますね。オートをお菓子メーカーに例えるならリスカですね。まあリスカはもういろいろお菓子作ってますよ。あとね、まあ結構大きなメーカーとかにも OEM やってますね。一つ商品あげるなら、スーパービッグチョコですね。これね、小腹が空いた時ね、僕よく買ってます。で、サンスター。これはね、キャラクター商品とかで有名なんですよね。でもね、最近はね、キャラクター商品から脱却して、結構ね、本格的な筆記具とか作り始めてるんで、だんだん僕も好きなメーカーになってきてるんですけど、これをお菓子メーカーに例えると、フルタですね。フルタといえば、まあ、チョコエッグですかね。で、最後、プラス。プラスという会社があるんですけど、まあ、というって言うと失礼か。このプラスね、もうものすごいでかい会社なんですよ。文房具メーカーのドンって言えるぐらいでかい会社なんですよ。実はね、先に挙げたね、ペンテルとか、セーラーとかね、このプラスの子会社なんですよね。で、まあ、ハサミとか、事務用品いろいろ作ってたりしてるんですけど、で、アスクルってあるじゃないですか。アスクルもすっげえでかい会社ですけど、あのアスクルも、このプラスから独立していった会社なんですよ。ということで、すごい。このプラスをお菓子メーカーに例えるなら、山崎ですね。山崎って、お菓子メーカーのイメージあんまないかもしれないですけど、実はね、先に挙げた、富士屋とか、東鳩とかね、もう山崎の子会社なんですよね。まあ、あとね、デイリー山崎とかあるじゃないですか。あと、サーティワンアイスクリームとかね。もう、いろいろ展開してるんですよね。ということで、ものすごいでかい会社なんですよ、山崎って。とてつもなく。まあね、この山崎で一つ商品あげるなら、山崎ビスケットのルバンですね。以前ね、ナビスコと一緒にやってた、リッツ。あれをアレンジしたような商品なんですけど、うん、ルバン美味しいですよね。クラッカーはね、本当にうまいですよね。うん、ほんと今日うまいばっかり言ってるな。はい、というわけで今日は文房具メーカーをお菓子メーカーに例えるっていうね、そういう動画でした。ではまた。